です。今年もありがとうございます。はい、こんな感じで青花も今年もたくさん取れてます。3年目になりまして、皆さんにたくさん積むことを、積んでいただけることがね、継続してできている中で、ようやく青花の青い粉、はい、食べ物にも使える状態の粉っていうのがようやくできまして、今後この青花畑を中心に、草津市内で、どん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 青色の青花製品が増えていって、この青花畑がどん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 広がっていけるように頑張っていきたいなと思います。